納税チャンネルです。このチャンネルでは赤穂市が誇る魅力あふれる地場産品を紹介していきたいと思います。それでは張り切っていきましょう。アース製薬赤穂工場にやってまいりました。本日の特別ゲスト、アース製薬が誇るマスコットのモンダミンくん、赤穂市が誇るゆるキャラジンタくんです。よっ、奇跡のコラボ。お二人がオープニングに彩りを添えてくれたところで、記念すべき千葉産品紹介の1回目は皆さんご存知のモンダミンです。では早速工場にお邪魔したいと思います。アース製薬は1910年赤穂に工場を建設、1991年に本社を東京に移すまではこの赤穂が本社でした。代表的な虫ケア用品であるアースレッド、ゴキブリホイホイ、ブラックキャップなどは赤穂の工場で生産されており、全国で販売しています。これら虫ケア用品は国内シェア 55% を誇っており、オーラルケアのモンダミンをはじめ、入浴剤のバスロマン、温宝など幅広い年代のお客様に親しまれる商品を赤穂の研究所で開発しています。これからもより多くの人々の暮らしに寄り添い、さらに豊かで快適な生活を実現できるよう貢献してまいります。アース製薬のモンダミン担当者、清水さんです。大ヒット商品のモンダミンの開発秘話を教えていただきます。はい、モンダミンは1987年に国産初の先行液ブランド第1号として誕生しました。当時海外ではすでに習慣化されていた先行液ですが、刺激の強い独特の味が日本人には馴染みにくいものでした。どんなに効果があるものでも毎日使い続けないと意味がありません。そこで気持ちよく使い続けてもらうための味を徹底的に追求した末に生まれたのがこのモンダミンです。先行液の効果は香りで口臭をごまかすだけと思っている方もいるかもしれませんが、モンダミンは違います。口臭や虫歯の原因となる汚れをしっかり洗浄することで根本からお口のトラブルを防ぎます。また殺菌成分や抗炎症成分が入った薬用タイプは歯周病が気になる人におすすめです。お子様からご年配の方まで、あらゆる人のお口の悩みや味の好みに合わせた21種類のラインナップで、これからも皆様のお口の健康を守り続けます。それでは実際にモンダミンを試してみたいと思います。お口口口モンダミン、お口口口モンダミン。適度なすっきり感で嫌な刺激がなく、どなたでも使いやすそうです。ミントオイルが入っているということで、まさに美味しいミント味というのが分かります。お出かけにもポケットに一つ忍ばせておきたい一品です。そんな井上さんにポケットにも入るミニボトル、わお、ぴったり。こちらは1本で7つの効果があるプレミアムケアシリーズのノンアルコールタイプです。お口口口モンダミン、お口口口モンダミン。アルコールの刺激が苦手な方にも使いやすい、すごくマイルドな味ですが、後味はすっきりしていて絶妙です。こちらはモンダミンキッズ、子供用のモンダミンです。お口口口モンダミン、お口口口モンダミン。甘くてジュースみたい。これなら子供でも喜んで使ってくれそうです。これでプチュプチュするだけで虫歯が予防できるなんてめっちゃ便利ですね。本日は3種類のモンダミンをご紹介しましたが、歯周病を予防したい方におすすめモンダミンネクスト歯周ケア、歯茎の腫れを予防したい方におすすめモンダミンネクスト歯茎ケア、赤穂市にふるさと納税をいただくと大容量タイプとミニボトル、温宝とのセット、トイレのスッキリのほか、好評につきこの6月からプレミアムケアセンシティブの単品12本セットも新たに追加しております。本日はアース製薬のモンダミンをご紹介させていただきました。それでは次回をお楽しみに。